はい、皆さん、こんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの素顔です。本日もやってまいりました。テニストレーニング100日プロジェクトの Day 47、47日目となります。まあ、前回ね、機能的な体幹トレーニングやったので、今日はね、下半身やっていこうかなと思いますので、まあ、もしある方はちょっとね、冒頭、まあ、できたら今日メディシンボールも使いたいなと思いますので、ご準備の後、靴か。の方をお願いできればと思います。皆様ご準備よろしいでしょうか？はい。じゃあ、いつものようにダブルレッグのスクワットで下半身の刺激入れてからという形でいきたいと思いますので、スタンスちょっと広めでね。はい。ちょっと棒を持ってね、またこう体幹軸立たしておきたいので、はい。こういった形で丸くならないように。はい。10回ほどゆっくり下げていきますね。じゃあ、いきます。せーの、1。OK。はい、2。ああ、久々な感覚。はい、3。OK。はい、4。うん、背中立ってます ?5。はい、6。はい、7。息吐きながら。OK、8。9。はい、ラストの10です。10。はい、OK でーす。そしたら今度は、重心下げてくるときに、万歳をしてくると。もう背筋の方のね、刺激を入れていこうかなと思いますので、これも10回やっていきますね。最初は前習いですね。重心下げながら万歳いきます。ここで膝飛び出ないように。気をつけてくださいね。お尻引いたままで。じゃあ行きます。せーの。1。はい、もします。首の位置も変えてくださいね。はい、2。そう、膝飛び出ないようにして、お尻はしっかり引くと。3。ただし、重心は、かかとにはいかないようにと。4。はい、5。下半身のメニューなんですけど、6。もうとにかく全身を意識。7。OK。はい、8。9。はい、ラストいきます。10。OK ね。そしたら今度、ランジでやっていこうかなと思いますので、もうね、足はセットした状態で、前習い、棒を持ったままでいきますね。じゃあ、これまた10回ほどやっていきますよ。膝、つま先、まっすぐ方向でやってください。じゃあ、いきますね。せーの、1。はい、2。はい、3。目線の位置変えない。4。はい、5。はい、6。はい、7。はい、8。はい、9。ラストの10。OK です。最近、体幹と下半身が交互にやっているような印象なんですけども、どっちをやったとしても、全身の運動なんだという認識を強く持ってほしいなということで最近進めているので、中心は下半身、中心は体幹みたいな感じなんですけど、あくまで全身運動だという認識のもとでメニューやっていただければと思います。じゃあ足スイッチして逆側いきますね。せーの、1。はい、2。はい、3。はい、4。はい、5。はい、6、7、はい、8、はい、9、ラストの10。OK っす。で、今日もちょっと雨降ってて若干気温下がりつつあるなっていうことで、とにかくこういう季節になってくると筋肉系のトラブルが、肉離れとか断裂系が今度増えるので、そういったことを防ぐためにも、こうやって日々こう、血流を上げるようなね、運動取り組みをするというのはすごく大事なんで、まあここまで辛いのはできないよっていう方でもこの半分の量とか、半分の負荷、
スクワット系だったら別に高さをそこまで下げなければいいので、まあそういったところのね、取り組みはぜひやっていただきたいなと思います。じゃあ今度、棒を置いて、これをちょっとメディシンに変えて、ちょっと重りの負荷かけていきたいなと思います。よろしいでしょうか。じゃあダブルレッグのスクワットに戻しますね。最初は前習いのままでいきます。よろしいでしょうか。じゃあちょっとだけスピード上げますね。せーの、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、ラストの10。はい。で、今度は、万歳方向か。に持っていきますね。意味もなく方向を変えます。じゃあ、重心下げてくるときに、万歳ですね。はい、います。せーの、1。はい、2、首の位置変えず、3。はい、4。はい、5。はい、6。はい、7。はい、8。はい、9。はい、ラストの10。OK です。じゃあこれもランジで10回ずつやっていこうかなと思います。万歳でやろうかな。はい。で、この時腰でやらないようにしてくださいね。背中、肩甲骨周りの背筋で万歳にするようにしてください。じゃあこのままランジの形作りますよ。じゃあ10回下げていきますね。せーの、1。はい。2。はい。3。4。5。6、7、8、9、はい、ラスト、10。えぐ。よし。じゃあ、逆行きましょう。はい、じゃあ、バンザイして。せーの、1、2、3。4、5、6、7、8、9、エラスト、10。OK でーす。じゃあちょっと動きから作りたいので、バーに持ち替えてもらって、今度体重移動かけていきますね。この時はとにかく目線が上に行かないようにずーっと平行移動と。いうことを意識してやってください。じゃあちょっと足ワイドめに広げて、スクワット重心で下げて、1、1みたいな形で、左右に10回ずつ重心、体重を移動していきますね。まあ、いわゆる片足スクワット状態を作ろうという感じですね。よろしいでしょうか。じゃあまず真ん中で重心取って下げます。では右から行きますよ。せーの、1。こちらの膝完全に伸ばしてくださいね。はい。2。膝出ないように。3、平行移動。4、平行移動。内転筋が伸びる感じですね。5、6、はい、これで6か。7、入った。8、平行移動。膝出ないですか？ 9、はい、ラスト。10。もう本当打った後のこの感覚ですよね。地面を蹴ってくる。もうテニスをやる上では本当マスト的な動きの一つかなと。じゃあちょっと背筋刺激も入れたいので、動きとしては全く知らんすけど、2キロ持っていきますね。この時腹圧抜けちゃうと背中丸まったり角に反ることになるので、腹圧を使ってメディシンをちゃんとキープしてくるという意識でやるように。してくださいと。じゃあまた、スタンス広めでいきますね。じゃあ目の前に、メディシンボール位置してゆっくり下げてみます。じゃあいきますよ。せーの、1。はい、はい、2。OK。3。OK。4。OK。5。OK。6。OK。7。OK。8。
ラスト、チュッ。OK でーす。よいしょ。そしたら、ちょっとシンプルに、フロントランジ、10回メディシンボール持ちながら行きたいんですが、特に膝関節痛めてる方とか、まだランジうまくできないなっていう方は、さっきと一緒で、これでやってもらって結構ですので。ただできますよっていう方はですね、ここからこうですね、ステップインして、バックしてのランジを左右10回ずつやっていきたいなと思いますので。よろしいでしょうか。じゃあこれ、あ、でもそっか、できない人はあれか。だからやっぱり10回だ。じゃあ右足10回最初やって、左足10回いきますね。じゃあ上げますよ。せーの、1。はい、戻す。2、1。戻す。バランスよく、3。OK。4。はい、かかとから入って、かかとで減る。6。7。8。腹圧入れたまま。9。エラストの10。とにかく個人的には減ってくるのも大事なんですけども、接地ですよね。足首を股関節を柔らかく使って、膝に負担のかかんないステップイン、重心を落とす。これができることによって、膝の怪我のリスクがかなり変わってくる。逆にこれができないとやっぱり膝でやっちゃって半月板あたりね痛めちゃってることが多いので、これは筋トレと同時に動作的なものとしてちゃんとトレーニングできるようにしていきたいなというのが狙いですかね。よいしょ。じゃあ逆足いきますよ。じゃあ左いきます。せーの、1、OK、2、OK、3、ゲイ、4、ゲイ、5、ゲイ、6、ゲイ、7、ゲイ、8、ゲイ、9、ラストの10。OK でーす。そしたら、先ほどその設置というか、重心を下げてくる時の動作が非常に大事かなというふうに考えているので、まあちょっと棒を意識して、ちょっと重心下げて、こっから、グッと、グッと。結果的に飛んではいるんですけども、飛びたいわけではなくて、重心を下げるために、まあちゃんと上から入って、グッと。だからたくさん飛べというよりは、ギュッと、ギュッと、落とせるようにするっていうことの方が、感覚としては大事かなと思いますので。ただお尻下げすぎちゃうと、いわゆるうさぎ跳びになっちゃうので、それはね、膝関節痛めることになるので、まあスクワットから、まあ上下5センチぐらいみたいな感覚でやってもらえれば問題ないかと思います。ちゃんと太ももとお尻で体重キャッチくださいね。ちょっと増やそうかな。20回いきますね。じゃあダブルレッグのスクワットを作っていきますよ。せーの、1、2、吸収して、4、5、6、7、8、9、10、あと10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ラスト、ドアー、で、この辺を片足重心でやると。横向きでやろうかな。まあ、今、こうだったじゃないですか。で、重心を片側に乗っけると。で、横側でやる理由は、ちょっとこの膝が出ちゃうっていうのが嫌なので、着地と同時にお尻が引ける。お尻が引けると。膝出てないと分かりますよね。こうではなくて、こっちですね。はい。でも、かかとには重心を活かせないと。いうことが、パッと、テイクバックにね、つながるので、まあ、これを、20やると大変なことになっちゃうんで、15でいきたいなと思います。じゃ、まず、右足に、体重をかける感じでいきますね。
よろしいでしょうか。いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、やばい。8、9、10、1、2、3、4、ラスト。うわぁ！バーニン、バーニン。左足にね、体重、今だったら右足鍛えてるので、左に体重かけすぎちゃうと、右の負荷が弱くなっちゃうので、できる限りで、ターゲットになる方に体重、ターゲットじゃない方はあくまでちょっとね、添え木じゃないんですけど、ちょっとしたサポートにしか、荷重をかけないようにしてください。続いて逆、左足ね。いけますか？いけますか？はい、じゃあ左に荷重かけて、右にはもうほぼほぼ乗ってない状態ですね。じゃあ15回いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、ラスト。あはい。ノーコメントで。そしたら、それツイスト要素入れていきたいので、今みたいに片足重心下げたら、これバーを持つことによって背骨、体幹軸をまっすぐにしたままねじってこれるっていう良さがあるので、本当に高いボールとかで、この感覚でいきたいんですけど、まあ今はね、バーを持つことによって背骨、体幹軸を立たせると。で、このバー重心下げてきて、こっから上げる。ぐー、にと。いう感じですね。15。いきますか。まあ、これを今日のラスト種目にしますので、頑張ってやってください。で、バランス感覚もちょっと意識的にやりたいので、ちょっとね、いわゆるスイング動作とか、こうやって右足、片足上げてきたら、軽くね、止まるような感じ。スピード上げてきて体が出てきてるんだけど、それをちゃんと止められてるというのを確認するために、ちょっとね、フォローする動作の時に、止まるっていうことをやりたいので、ちょっとお付き合いくださいと。15回行きましょうか。よいしょか。はい、じゃあ重心下げてきて、バー肩の高さでいきますよ。せーの。1止まります。戻して、2。戻して、3。戻して、4と。戻して、5。吸収と反発。ゲー、7。ゲー、8。ゲー、9、10、うっと、あと5回、1、2、3、4、ラストの5、わあ、バーニーバーニー。よいしょ。そしたら、ラスト、左足軸でこれやって終わりたいと思いますので、頑張っていきましょう。よろしいでしょうか。じゃあ、左足ですね。こうか。こうですね。グッと。はい、じゃあ、重心下げます。テイクバックモーション入れて、いきますよ。せーの。1。うわ、バランス崩した。はい、2。け、3。け、4。け、5。目線変えずに、6。け、7。8、ゲー、9、ゲー、10、ラスト5、1、股関節から、2、3、ゲー、4、ラストの5、ダーございました。どうですか？やっぱりとにかく下半身トレーニング大事なのは、膝関節ですね。膝関節に、負荷を負担を感じていないかと。今日であればもう本当に太ももとお尻、あと腹ですね。ここにだけ来ているというのがトレーニングの負荷のかけ方としては一つの目安になるんじゃないかなと思うので、いつも言いますけど、ただ単に筋肉を鍛えることがトレーニングの目的ではないので、筋肉も使いつつ、使い方ですね。いわゆる運動動作っていうのがね、正しくできるようにトレーニングしていきたいかなと思います。ということで、来週また、デイ48か。
やりたいなと思うんですけど、できたらこの週末にですね、何個かちょっと、ラリーの精度を意識した練習メニュー動画作ったりとか、あと、腰痛で困ってますっていう人の動画作ったりとか、あと、試合、いい試合があったので、それを今ちょっと動画編集してるんですけど、まあ、編集でき次第アップしていきたいなと思いますので、できたらね、皆様に週末ね、ご覧になっていただけるようにしたいなと考えているんですが、いつも通り予定は未定ですので、はい、アップしたらぜひご覧になっていただけると思います。ということで、また来週元気にトレーニングできるように、良い週末をお過ごしください。ということで、また Day 48でお会いしましょう。さよなら。東京都立川市にあります菅生アスレティックトレーニングセンターでは、テニスの怪我で困っている、自分に合ったスイング指導を受けたい、テニスのための体の使い方やトレーニング指導、メニューの作成等を行っております。定期的にオンコートでのテニスレッスンも行っておりますし、遠方でお越しになれない方にはオンラインでのテニストレーニングもやっておりますので、連絡先は概要欄の方に記載させていただいておりますので、ご連絡のほどお待ちしております。